のうわあれ何、お、食った、最終日ですね。で今日午前中は上流の方でロータイドこっち狙いましょうよみたいな感じですね。2日目からもうすげえ楽しくなってきてキャスティングしまくってて、ランナーズハイみたいな感じですね。1日、まあ、6時からね、まあ、移動もあるけども5時までみっちり、まあ、お昼食べるけど、だいたい10時間ぐらいはキャスティング、まあ、今後日本行った時とかでもヒラマサとか GT 狙う時で多分もう一日何もなかったりしょっちゅうあると思うんで、まあそれのいいトレーニングというかね、メンタル的なトレーニングですけど、ね、はい、まあね、ここレイテッドなんですけど、普段去年とかはね、まあだいたい一日7匹ぐらい釣れたりするフィールドで、去年も僕ここでパプアンバスね、ここの支流で釣れたので、あと上流でも釣れたし、であとマングローブジャックなで話してたのはね、やっぱり雨少なすぎて水温高いんじゃないのって。で昨日雨降ってね、ちょっと希望あったんですけど。はい、おはようございます。今日いきなりなんか違うとこ来ましたね。ここやろうっつって。普段はマングローブジャックが多く生息しているようです。時刻何時今、お、6時ね。トップオートマングローブ。ここはトップ出ないんか。あんまギリギリにキャストしてね、引っ掛けて、ポシュって出ない？スティール、うん、がまい、あ、マングローブ、マガ20センチ、あーしゃ。広いから。お、来た。マグロ。ハハ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 。来たよこんなマングローブジャックで嬉しいことあんのかほら、ピクチャーサイズではないな。はい。ビガ。ネクスト。オッケー。ノー。ん？
ケーオッケー、ストップ。あ、Where's the cement? Here? Here. ああ、Here ね。あ、オッケー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 。あ、オッケーオッケーオッケー。トップウォーターで怒らそう。シャドウランナー引くかやな。なんか朝雨降ったみたいで、その影響でいいのかも。うわ、トップウォーター、トップウォーター、ディープダイブ、ノー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 、アイシンクトップ。ブラックバス。オッケー。ブラックバス、だっこ。トップ、いや、トップウォーター。Already aggressive. こうやって出てくれ、出てくれよ。今ね、水面出てきてるんですよ。スープと辛いハランハランで、ビコンエクスプレスでライスね。午後1時半、いきなりボートが止まりました。だっこ、いきなりこの辺でジャンプしたみたい。正確にはブラックバースが小魚を追いかけていたみたいです。トップウォーター。まあ、まあいいか。こっちは深いんか。Where? Center. Center.なんか活発だな今日は。うわ。What? Whoa, 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 whoa. マムサ？
うわビッグワンブラックバスマバオマバオいや、オンリーノ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 ーオンリー40-50 おーいや、クエクエ。あ、どんどん。うわあ。あれ何？ Not only one.はい、時刻4時ね、4時。これ最後。トップウォーターで行くわ。もうディープダイバーで来ないから。トップウォーターオンリで、ちょうどね、終わろうって。まあ、タフだったっすね。今日1匹だけね、ジャックちっちゃいの釣れて、ね、もうそれだけ、魚はいるみたいですね。なんかものすごいボイルもね、午後1で見れたんで、多分ブラックバスじゃねえみたいな。僕はマムサ GT が入ってきたのとか言ってたんですけど、派手だったんでね。いや、でもあれ多分ブラックバスだろうな、みたいな。よくよく考えたら、ね、マムサ、そんな川に入ってくることないみたいなので、まあ、でずっとねあのニーパの林ね行ったり来たりして今日も当たりなしだから結局1回だけか初日1回だけ当たったぐらいでまあ本当ねよう投げたっすね、まあ、海外長考って、まあ、みんなこんな感じだと思うんですよね。カッパリの釣りとか例えば磯の釣りとかね、あとトーマンも一緒ですよね。もう池の中行ったり来たりすると思うんですけど、ここじゃね、昨日当たりがあったところだとかね、まあそういう投げ倒してね、3日のないとかね、最後に1回あるとか、3日で1回とか、まあ一番いい時行けばすっごい釣れたりね、それはすごいラッキーなことなんで、海外情報とか、とか遠征ですよね。僕の場合はフィリピン国内、まあ今ちょこちょこね、今年ミンダナオ2回レイケ来てで、まあまあ今年は日本行くんですけどで日本にゴールデンウィーク明けぐらいにね、行きたいと思います、はい、そんなところですね、はい、ありがとうございます。